はい、ただいま紹介いただきました環境科学室の長谷川恵里と申します。本日は水質調査結果から見た荒子川の姿のお話をさせていただきます。本日のお話の内容です。まずは荒子川について、そして今回行った荒子川水質調査の内容について、調査の結果まとめとなります。まず皆さん、荒子川という川をご存知でしょうか。荒子川は名古屋市内の、庄内川と中川運河に、挟まれた、ここに位置しています。川の最上流は中川区の八田駅のあたりで、中川区と港区の中心部を通り名古屋港へ流れる全長約 6.7km の普通河川です。流域は住宅地や工業地帯として市街化され、下水道が整備されています。河口のポンプ所から名古屋港へポンプ排水をしています。荒子川は地盤沈下の影響により、河口部では河川より海の方が高くなっています。自然に名古屋港へ排出できないため、河口にある荒子川ポンプ所で河川水を貯めて、一定量になるとポンプ排水を行うという他の河川とはちょっと異なる特徴を持っています。また、河川全域で外来魚のティラピアが生息しています。ティラピアというのは大型の魚でスズキの仲間です。このような縦の縞模様をした魚です。原産地はアフリカと中近東ですが、食用として世界各地の河川に導入されたため、分布域が著しく拡大しています。日本国内でもティラピア類は琉球列島や温泉地域などで帰化定着していることが確認されています。この魚は生態系被害防止外来種にも指定されているのですが、この荒子川で熱帯魚の魚であるティラピアが繁殖できているのは、上流から流入する工場排水の水温が高いからです。そのため、水温が冬でも20度以上保つことがあります。ちなみにティラピアの肉質は臭みもなく非常に美味しいということで、各国で食用として使用されているそうです。荒子川の主な流入水は、工場排水、下水再生水、庄内用水路からの農業用水、余剰水です。下水再生水というのは、皆さんが使用した水を通常に処理をした後、さらに処理を加えることで、よりきれいな水にしたものです。荒子川に流入する下水再生水は、微生物を用いて、標準の処理では取り除けないリンを取り除く処理を行っています。荒子川に流入する水は灌漑機、非灌漑機によって変わっています。灌漑というのは川から水を引き田畑を潤すことを灌漑と言います。その期間を灌漑期と言います。田植えが始まる4月頃から稲刈りの9月頃までとされています。この灌漑期に荒子川に入るお水は、庄内川から取水したお水を庄内用水路に流し、田畑を潤した雨
余り水です。庄内用水路から、庄内用水路と荒子川が荒子川導水路でつながっており、荒子川にこの水が流入しています。この農業用水はかつては名古屋市の西半分の広大な地域の田畑を潤していましたが、農業用地の減少により現在は西部に残ったわずかな農地に利用されています。4月から9月の灌漑期には、普段の流入水に加え農業用水余剰水が1日に約5万トン流入します。こちらのグラフは縦軸に水量、横軸が月で、この棒グラフはその月に荒子川に流入する水量を表しています。こちらのグラフでもわかるように、灌漑期であるこの期間、この期間で、河川量が、十分あるのがわかります。一方で非灌漑期と言われている11月以降ですが、この農業用水の流入がなくなりますので、流入量が減少してしまいます。農業用水の流入元である庄内用水路ですが、冬季には流入がなくなり枯れてしまっていました。庄内用水路の環境を守るため、市民の方の要望もあり、平成16年に庄内用水路から、森山水処理センターの高度処理下水再生水を1日に4000トン流すことで、庄内用水路の年間通水化が実現しました。このおかげで庄内用水路から荒子川にも水が流入し、非灌漑期の流量を確保することができました。この緑色の棒グラフのところです。それでも灌漑期に比べると、非灌漑期では流入量が大きく減少しています。このように荒子川では季節によって河川流量や流入水が大きく変化します。ではなぜ河川への流入水が必要になってくるのでしょうか。河川にさまざまな水が流入し、その水に含まれる窒素やリンなどの栄養塩が流入します。それを餌にして植物プランクトンが増え、植物プランクトンを食べる動物プランクトンが増えて、それらのプランクトンを食べる魚類が増えていきます。十分な川の流れがあれば、栄養塩などもそこにとどまらずどんどん流れていって、これらの働きはバランスの良い状態が保たれます。しかし水量が少なく川の流れがないと、栄養塩はとどまり、プランクトンなども増え続けてしまい、低質に有機オタク物質が蓄積していきます。特に荒子川では河口でせき止めて海へのポンプ排水を行っているため、滞留が起こりやすい環境であると考えられています。河川の良好な水質を保つためには、水量を確保し川が流れているということが重要であると考えられます。流入量が減る非灌漑期の水質悪化が懸念されます。そこで調査センターでは、荒子川の水質調査を行って、灌漑期・非灌漑期の水質を比較し、流入水による水質の影響を調査しましたので、その結果を報告いたします。調査地点のご紹介です。調査地点は流入水が A、B、C の3地点、荒子川の河川水が5地点の合わせて8地点です。辻新橋というのは、荒子川に流入する庄内用水の上流の橋です。位置関係は、ここに荒子川の上流端がありまして、ここが辻新橋。こんな感じです。
この庄内用水路の水が荒子川の最上流部から流入しています。こちらが現場の写真です。川幅は狭く水深も浅いです。地点1の上流端は荒子川の最上流地点です。ここから庄内用水路が、荒子川導水路を通って流入しています。そして地点には中柳瀬橋、その橋の下流から流入水 B である下水再生水が流れています。上流端の写真です。ここは住宅地の中にある幅の狭い水路のようなところです。中柳瀬橋は、川幅は2メートルほど、コンクリート護岸に囲まれていますが植生もあります。流入水 B である下水再生水はここに見える高畑公園隣のこの下の、この川底から湧き出るように流入しています。この湧き出た水をなるべく河川水が入らないよう再水しています。流入水 C の工場排水はこの辺りに流入します。その下に北中島橋があります。工場排水はこのようなマンホールから再水します。北中島橋の写真です。ここまで来ると川幅も約8メートルと広く、水深も約 1.2 メートルとなり水量が増えます。川の水の色は緑色ですが、濁りは少なく、橋の上から川底が見えるぐらいです。ここではよく緑ガメが泳いでいる姿を見かけます。地点4の、前進橋と最下流、地点5の荒子川ポンプ場です。前進橋からの川の様子です。この場所は川辺が遊歩道となって桜の木があり、散歩道として親しまれています。川幅は約10メートルほど、水深は約 1.5 メートルです。荒子川ポンプ場から川の上流に向かっている写真です。小さいんですが、ここにフェニックスアイランドという人工の島があります。水鳥の憩いの場となっており、水鳥がたくさん飛来しています。この地点では川幅が急に広がって約150メートルとなり、水深は約2メートルです。ここの荒子川ポンプ場での滞留が懸念されています。以上、紹介してきた地点の位置関係を簡単に表したものです。最上流地点から地点1、2、3、4、最下流の地点5、上流から流入水 A、B、C となります。調査期間は2019年から2021年度、灌漑期は5月、7月、9月、非灌漑期は11月から3月まで毎月行いました。調査項目です。調査項目は、水の濁りの指標となる透視度と浮遊 SS という浮遊物質、またお濁の指標となる BOD、COD です。これらの値は値が高いほどお濁量が多いというものです。そして塩化物イオン、栄養塩類である窒素類とリン、植物プランクトンの量を表すクロロフィル A、 これらの物質の分析を行いました。調査結果です。ここから代表的な項目の結果をお示ししていきます。
河川の汚濁の程度を表す BOD の結果です。縦軸が濃度、横軸が調査月です。折れ線は各地点 1,2,3,4,5 の地点の、3年分の調査の平均値を表しています。この黄色い線は、ここから非灌漑期ですよということです。上流の地点 1,2 では非灌漑期と灌漑期で差はあまり見られませんでした。地点4ですね、地点4から非灌漑期で BOD の上昇が見られました。最下流の地点5では灌漑期でも濃度が高いのですが、非灌漑期でもさらに濃度が上昇していました。こちらのグラフは縦軸が濃度、横軸が調査地点となっています。棒グラフは、灌漑期は5、7、9月の調査結果の平均、赤い非灌漑期の棒グラフは11月から3月の調査結果の平均値を表しています。地点でいくと左側が上流、右側が下流となっています。そしてこの地点2と3の間で流入水の B と C が入っています。非灌漑期ではこの流入地点から BOD 濃度が上昇しているのがわかります。灌漑期と非灌漑期では、非灌漑期の方がその差は 3.5 倍高濃度となりました。全窒素、栄養塩である窒素の結果です。こちらも上流の 1,2 地点では非灌漑期での値の上昇は見られませんでした。地点3の北中島橋より下流では非灌漑期で値の上昇が見られました。こちらのグラフから流入水 BC により窒素濃度が上昇しているのがわかります。しかし灌漑期の上昇と非灌漑期の上昇と比較して非灌漑期の方がかなり高濃度であるのがわかります。こちらも地点4で最大約 3.3 倍となりました。前輪は上流で流入する工場排水の輪濃度が高いです。これはその工場の冷却水に地下水が使われていて、その地下水の輪濃度が高いためです。ですので輪は他の項目と違ってこの上流の 1,2 の方が濃度が高くなっています。それでも非灌漑期と灌漑期を比較すると非灌漑期で輪の濃度が上昇しているのがわかります。こちらのグラフでは途中の流入水 BC によって輪濃度が薄められていることがわかります。植物プランクトンの量を示すクロロフィル A の結果です。クロロフィル A は特に対流が起こっていると考えられる下流の地点 3,4,5 でのみ分析を行っています。地点3では灌漑期と非灌漑期の差は見られませんでした。地点の4と5では非灌漑期に値の上昇が見られました。地点5の荒子川ポンプ所では灌漑期にも値が高くせき止めている影響で水の滞留が起こっていると考えられます。灌漑期と非灌漑期で比較すると、地点4で約16倍非灌漑期の方が高い値となりました。SS と透視度の結果です。浮遊物質 SS は水中の浮遊物質の量を表しているので、値が大きいほど濁っているということになります。
反対に透視度は値が大きいほど濁りがなく透明であるということです。この11月以降、全新橋4.4で浮遊物質の値のが上昇し、透視度は下がっているのがわかります。こちらのグラフからも下流に行くと透視度が低くなり、下流に行けば SS 浮遊物質の値が高くなるという結果となりました。どちらの値も地点4で灌漑期と非灌漑期の差が大きくなり、透視度は非灌漑期の方が約 1.6 倍低くなり、浮遊物質は約 2.2 倍高くなりました。地点5の透視度ではあまり差は見られませんでした。塩化物イオンの結果です。地点3の下流から流入水 BC が入っています。この影響で地点 3C5 で濃度が上昇しています。こちらは流入水の塩化物イオンです。A が庄内用水、B が下水再生水、C が工場排水です。この C の工場排水の塩分濃度が高いのですが、1年を通して濃度はほとんど変わりません。ですが、灌漑期、非灌漑期によって濃度差が大きくなり、その差は約 4.5 倍となりました。これまで近年の荒子川調査結果をお示ししてきましたが、過去のデータからも荒子川の導水の効果を見てみます。これは他の調査で行った1983年から2019年までの地点3C5 の、BOD の年平均値の経年変化を示しています。調査を開始した頃は BOD が最大で約 20mg パーリットルを記録することがありました。その後、1990年頃に庄内用水路からの灌漑余剰水の導水が始まり、水質が改善されました。地点3では最大で 5.7、地点4では 4.9、地点5では9と値が下がりました。さらに2010年頃には庄内用水路の年間通水化に伴う導水によりまたさらに水質が良くなっています。この導水後では地点3では最大で 2.0、 地点4では 3.6、 地点5では 6.7 と改善されました。このように導水により荒子川の水質の改善が見られることがわかります。まとめです。今回行った調査結果により灌漑期に比べて非灌漑期には水質の悪化が認められました。非灌漑期には流入水が減り水が滞留することで下流の BOD や全窒素の値が上昇しました。流入水の窒素や塩化物イオンは高濃度ではありますが、水量確保は必要であると考えられます。滞留時間を短くすることが大事であり、様々な導水により水質改善効果が見られました。現在の流入量を維持しつつ、流入水の汚濁負荷を減らしていくことが大事であると考えられます。今後も荒子川の水質について調査を